このイベントは春の全国火災予防運動に合わせ、広島市安佐動物公園と地元の消防署が開催したものです。園内4カ所に消防車や救急車が展示され、子どもから大人までおよそ240人が参加。中でも子どもたちはお気に入りの動物と消防車を前に、クレヨンや絵の具を使いながら画用紙いっぱいに表現していました。頑張ったとこはどこですか？ペンギンを消防車の中に乗せたことです。ちょっと難しかったけど楽しかったです。今日は何を描きましたか？消防車とキリンとヒョウとゾウ、楽しかったです。またやりたい。入選した40点は今月17日から園内で開かれる作品展で紹介される予定です。